タカタン愛好家の皆様、こんばんは、羊さんです。今日はリクエストいただいていたタカタンのやり方を解説したいと思います。まず事前準備なんですけど、右手の爪を、小指、薬指、中指、人差し指の爪を肉より数ミリ出るぐらいに伸ばしてください。この方がきっといい音が出ます。で、叩くときは僕の場合は小指から人差し指にめがけて、タカタンタカタン、こんな感じで叩いています。で、あとは叩く場所によっても結構いろいろ音が変わりますし、例えば親指のこの横のところを使ってこういう感じでもいい音出ますし、第一関節でまとめて叩いてもまた違った音が出るし、まあ、例えばね、タカタとか、タカとかでもいろんな音が出るんで、ぜひいろいろ試してもらって自分なりのタカタンを見つけていただければ嬉しいです。